皆様おはようございます。梶岡あんこです。今日もよろしくお願いします。今朝は9月の、9日ですね。99の、日かなと思います。9月の9日です。大阪の方は、すいません、ごめんなさい、ちょっと音楽、朝ね、気持ちよくね、外が爽やかな朝でしたが、はい、皆様の方はいかがでしょうか。はい、今日は、はい、こちらに、森和也さんという方とつながらせていただいております。森和也さん、痛みの中から見出す力ということで、お話をお伺いしていきたいと思います。まずご紹介させていただきます。よろしくお願いします。ちょっと待ってね。おはようございます。よろしくお願いします。はい、森和也さんです。はい、森和也さん、はい、どちらの方にお住まいですか？私は大阪府の八尾市ですね。八尾市に。はい。ちょっとね、そうやね、もうちょっとこう、頭の方がね、切れてしまうんですよ。はいはい。すいません、ありがとうございます。はい、そう、まあね、初めて、皆様、お目にかかっていただけるかなと思うんですけれども、ちょっと待ってくださはいはい。はい。まあ、一応スピリチュアル TV ということなのでね、まあ、いろんな意味でこう本当に力強く生きてられる方であったり、こう皆様に、少しでもお元気をプレゼントできたらなっていうことで、ご紹介させていただきました。はい、森、和也さん、そうですね、まあ、痛みの中から見出す力っていうことでお話をお伺いしますけれども、はい。はい、では簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。はい。はい。森和也と申します。ですね。なりわいは、つい最近までウェブデザイナーをやっていました。といいますか、まだ少しはやってるんですけども、できるだけ今後、私は厭食という痛みにずっと苦しんでまして、それの、緩和ですね、痛みとか、まあ、少しでもマシになるようにという研究をですね、本腰を入れて、やっております。まあ、ですので、なんちゃって研究者ですよね、今のところはね。どうでしょう、事故の経緯なんかを話しますか？そうですね。まあ、本当に、痛みの中からっていうことなので、どうして、その痛みを味わうことになったのかっていうのを、まあ、お伺いしていこうかなと思いますけれども、17歳の時に事故に遭われたんですか？はい。で、ところで、何年間ぐらいその痛み、その17歳から今、すいません、こんなん聞いていいのか、お年はいくつになられるんでしょうか？44なので、今年で27年目ですかね。ああ、27年間はい。ですね。まあ、その17歳からその本当に今に至るこの27年間に、まあ、いろんなね、感情であったりとか、その、経緯があったと思うんですけれども、では、どうして17歳の時にその痛みを味わうことになったのかからお話をお伺いしていてよろしいですか？はい。まあ、たまたま、試験休みの日にですね、なんか知らないで起きてしまったんですね、昼寝をしてたら。で、ふらふらと外に出て、そしたら友人がオートバイを、まあ、新しく買ったのでということで、まあ、お披露目会をしてたんですよ。そこに通りかかってしまって、で、乗るみたいな話になって、乗っちゃったんですよね。で、そのまま、ちょっと
別にやんちゃな人でも何でもなかったんですけど、うん、運悪くスリップしてしまって、うん、あのまあまあな勢いですよね。まあまあな勢いで、あの転倒して、僕は後ろに乗ってたもんですから思いっきり飛ばされるんですよね。で飛ばされて、そのもう一瞬こう目が見えないぐらい頭を打ちつけて、あの首から神経、左側の神経が抜けたんですね。首から抜けたんですか？あ、はい、首から左側全部の神経が、首から腕の左腕の神経ですね、はいはい、が抜けまして、まあ、その時は抜けてるなんていうのは分からないですけどもね、うん、まあ、肺を破ったり、うん、あの指が取れたりとかっていう、こうぐちゃぐちゃっとなるような、こうすごい事故だったんで、なので、痛みどころの話じゃなくて、まあもうギャギャ上めくというか、うん、発狂寸前みたいな、その事故に遭われた時。そうですね、うん、でもなんかちょっと、うん、子供の頃からか何なのか知らないけど、ちょっと根性があるんで、気絶もせず全部あの覚えてるという。そうですよね。なんかこう、あの私も事故に遭ったことあるんですけれども、あの私もスクーター乗ってて、で横からあの右折してきたあの車が携帯電話で喋りながら運転してはって、で、年末ですごく停滞してたけど、スクーターは走れたんですよ。向こうは車が止まってるから、あの止まってるもんやと思ってスクーターに気づかずに右折してしまいはって、私ぶつかって飛んだんですけど、10メーターくらい飛んだんですけど、まあ、本当になんか、スローモーションのような感じで、で、私ダウンコート着てたんで、なんかそんなに痛みもなく、まあ、でもなんかあのコンクリートにぶつかってるから、で、まあ、ヘルメットもかぶってるし、まあ、外傷はなかったんですけれども、まあ、でもほら、いいですね、腰、いやでもやっぱ足は挟んでるし、あの車とスクーターの間でちょっと挟んでるし、で、まあ、外傷はなかったけど、やっぱ腰がちょっとずれてたりとかっていう、まあ、とりあえずはあの動かないで、救急車で運ばれてしたんですけれども、その時はね、私の場合はあの不幸中の幸いで、あの痛みがなかったんですけどね、はい、で、あのスローモーションでふわーって飛んだ感じやから、なんかあのそんなに怖さもなかったんですけど、うん、怖いと思ってる時間はないですね。だからね、うん、あれは本当に、でも森さんの場合はその、事故に遭われてすぐにもう意識がはっきりされてたんですよね。そうですね、あの僕の場合はそのいきなり頭がもうヘルメットが割れるぐらい、あのフルフェイスのヘルメットだったんですけど、もうパカッと割れるぐらい、そのまあ後で見たらものすごいひび入ってましたよね。ぐらいその頭からガーンと叩きつけられたんで、あの一瞬オレンジ色になってるんですけど、あの全部覚えてるんですよね。それがすごく長い時間なんですよ。で決してスローモーションではなかったですね。あら、いつ止まるねいつ止まるねと思っているうちに、こうゴロ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 アスファルトの上をこう、うん、転がってね、して、まあ、立ち上がろうと思ったら、そのまあ左半身がこうぐしゃっとこう、ね、まあ、前にぐしゃっと前に入って、ってことはどこにぶつかりはったんですかね、そのスクーター。どこなんでしょうね、多分ね、あの路肩を枕みたいにして左側に倒れたんで、うんですね、だから路肩ってそんなに低くないんで、あのこう首がこう右にこうずれる感じで、そのままの力がかかって抜けて起き上がったら、もう起き上がるというか、うん、しばらくは何が起こったかわからないっていう感じですよね。まあ、ああいうのを多分ショック状態っていうんでしょうけど、
とにかくもう体中が折れてますんで、痛みを通り越してしまって、なんですけど覚えてるんですよね。まあ、はい、そこから、はい、まあどういう症状になられたんですか？そうですね、これは引き抜き損傷って言いまして、まあ、要するにその引き抜かれたと、脳みそと、頸椎がありまして、頸椎から肩に伸びてるんですね、その神経がこう引きちぎられるっていうんですね、で、そうですね、ちょっと見ていただけばわかるかな、これぐらいの細さの違いが、はい、こっち側の、まあ、要するに握る方の力ですね、はい、が全部抜けてますんで、まあ、ちょっと医学的に言うと、この頸椎は C っていう文字がついて、C78T っていうのが胸があります、T の1っていうのが切れてしまってるんです、これはまあその医学に携わる方ならどうなっているかが分かると思うんですけども、とにかく握る力がまあまあ皆無だと、でですね、これは脳の研究になるんですけども、よく腕をですね、旋盤とかそういう機械で切ったりしたらですね、はい、腕があるようにまだ感じてしまうとか、しばらく、はい、痛みが、ひどい痛みが続くんですね、はい、で、これは大方もしもし、ちょっと今音声が、はいはい、途切れましたけど、途切れましたか、はい、ちょっと一回切りますか、そうなんですか、大丈夫ですよね、今聞こえてますか、今聞こえてますよ、はいはい、脳がずっとあるもんだと思ってですね、はい、腕があるもんだと思って、心房を送り続ける、はいはい、で私の場合はですね、まあ、この通り、ご覧の通り、まだあるわけなんです、ね、はい、で、片方、そうですね、皆さん手を前に出してもらって、こうまっすぐ前に出してもらいますと、中指から下が麻痺してるんですね、でも親指側、上の方の親指側は中指から親指まではずっと残ってるんですよ。それは普通に残ってるんですね、なので脳はですね、いつまでたっても腕があるって言わはるんですわ。親指とかは神経あるんですか？そしたら感覚はありますね、まあ、動かないけど感覚あるんですね、はい、親指、人差し指は感覚があるんですね、で、まあ、それに対して、脳はやっぱり普通に信号を送るわけなんです、これ信号なんで送るかっていうと、その人って体全体に常に信号を送り続けていることで、まあ、どっかにぶつかったとか、すぐ分かるわけなんですよ、はいはい、まあ、危険察知だってあるとか、はい、運動をすぐパッとできるようにっていうようなことで、はいはい、もう分からないじゃないですか、はいはい、それ実際感じるぐらいのスピードではないんで、そのスピードで送ってきたものが、私は小指側だけがないんで、その信号は一回脳に返るんですよ、で脳に報告するんですね、いや動きませんでしたよと、そしたら脳がいやいやあるんやから動くやろっていうようなことで、もう一回行ってこいっていうふうになるんです、それの繰り返しですよね、いや動きませんでした、いや動くはずや、動きませんでした、動くはずやっていうのがずーっとエコーし始めて、もう、左手なので、右脳ですね、右側の脳ですね、右脳の方でずーっとその信号がエコーして、
まあ言ったらパンパンな状態なんですよね。はあ、でそれが結局はそのうまくいってないっていう、うん、混乱を起こして、うん、痛みが非常に強いく残るという症状が、それがずっと続かれてるって感じですかね。そうですね、はい、すみません、ちょっと長いんです。いやいや、で、はい、まあ今日あの本当ね、あの森さんと私こうやってあのお知り合いになれてね、はい、皆様にご紹介しようかなと思った経緯なんですけれども、まあね、まあここ最近かなと思うんですけれども、まああのスピリチュアル TV とかこう Facebook とか通じて森さんにこうちょっとね、こういう方がいらっしゃいますよということで、あのまあ存じ上げてたんですけれども、まあ、先日から、はい、あの私の方が、配信ができないということで、はい、あのスピリチュアル TV の、ね、配信ができなくなって、で、はい、そうね、で、まああのまあ、メニカムっていうようなね、そういうあの配信のものを使ってるんですけれども、はい、まあ、それが、ちょっとあの去年あの新しく入れたものが使えないような状態になってしまってて、で、そのことで、困っているところでね、まあ、私もつらい、20日間ぐらいかな、なんか10日間以上はもうなんかそこでもうやってたんですけど、だんだんとあの相手側の人で会社が私に英語で質問してくれとかっていう風になってきて、で私はもう英語喋れないから日本語で質問してきて、向こうから英語でやってきたものをあの翻訳ソフトで翻訳しながらとかね、で、まあ、その後の森さんと知り合ってから、あと、まあ、あの日本のあ、まあ、仲介をしているあのところがあることにもやっと気づいたんですけれども、まあ、その時は本当にどうしようかなと思って思わずこう Facebook に書き上げたところをあの森さんに気づいていただいてね、で、僕はあの一応こう翻訳が少しできるからっていうかね、英語を訳すことができるからっていうことと、まあ、あのこういう、まあ、さっきおっしゃってたウェブをされてるっていうね、はい、ことであのちょっとお役に立てたらということで声かけていただいて、ね、じゃあすいませんということですぐにあのお願いしたんですけれども、私は森さんがそういう状態かっていうところをあまりよく知らないままね、お願いしてたんですけど、まあ、多少は分かってたんですけど、まあでもね、そこまでと思ってなくてね、そうお願いして、でまあその結構ね、一筋縄では今回行かなくてね、何日も何日もね、あのかかって、ああやこうやっていう風にやってたんで、まあ相手がね海外なんでね、返事もすぐ来ないし、で私がこう結構ちょっとややこしいことしてしまってたからっていうのがあって、まああのなかなか一筋縄では行かなかったんですけれども、まあそんな中こうあの森さんにこうちょっとサポートしていただいて。ね、で、まあ、そして、サポート中にこういろんなお話をしてて、わーっていうようなことでね、じゃあよかったらいっぺん出てもらえませんかっていう経緯で出てもらったんですけれども、ね、まあ、その中でね、まあ、私はちょっとちょうどその頃は、イベントがあったり、で沖縄からあのお客様が来られていて、ね、結構日中はあの出歩いてることが多くて、まあちょっとできるのがもう夜深夜になってきてたんですけれども、あの本当にお付き合いいただいてありがとうございましたね。本当にまあ一人だったらなかなかもうパソコンのこと全く私分かってないし、そんなことない、驚くぐらいあの細かくご存知だったんで、いやいやもう、うん、でフェイスブックでもね、あの見させていただいてて、ああ、多分これ、僕のことやろうなって思いながら、2、3日、こう、誰か出てこへんのかなと思ってたんですけど、そうですか。いや、ま、僕、全然わからないですからね、その、お使いになってるシステムがどうなったのか、分かってはる方がいないのかなって思ってたら、はい、これ、ちょっと、まずいなと思って声かけさせてもらったんですけども、本当にね助かりましたね。もうどなたも、うん、あのそういうお声かけしてくださる方はもちろんいらっしゃらなかったんで、で、まあ、あの同じこうあの私たちのこう仲間もみんなそれぞれね
あのシステムがあの少しずつ違うんですね、同じメニカムでも。でしょうね、はい、あの始めた時期とかなんかもう本当に違っていて、どうして私のんだけこんな風になっちゃったのかなって思うんですけど、うん、まあ、私ともう一人去年から始めたゴロちゃんっていう方がおかしくなっちゃって、でゴロちゃんはまあなんとかこうあのそーっと使ってはるような感じなんですけど、はい、まあ、私の場合はこうあの鑑定団っていう番組をするので、いろんな人をこうちょっと紹介するのに画面がいろいろ使えたらいいなっていうのがあったりとか、まあ、あのあるので、ちょっと本当にあのお声かけしてもらって、あの本当に天からなんかあの雲の糸を垂らされたような、いやいやいや、まあね、あのたくさんの方が関わっておられるんだろうなと思いましたんで、ね、あのちょっとできることならと思いました。いや、いや、まあ、なかなかこちらからお声かけさせていただけるような方じゃないだろうと思いながら、いやそんな、もう本当にもうね、あのありがたくて、で、まあ、そこで、なんかお話ししているうちに、ね、ってもうこんなあの状態やったんですかっていうこととか、ね、あと、まあ、その中で、なんかこう一つこう私の中にもう本当になんていうのかな、あこれはと思ったのがやっぱりお母さんですよね、お母様っていうかね、なんか、まあ、森さんがこう本当にあのおいくつの時かわからないんですけれども、あまりにもあの痛みが激しくて、もうあの、まあ死にたいと思ったって。そうですね、その基本的にあの例えば自分で死を選ぶとかっていう選択っていうのが、はい、まあ、頭はよぎるんですけど、あの事故で死なへんかったっていうことは、あのどっかから何かをしようとも、あのまた半生半死でほっとかれるんちゃうかなという恐れがあるんですよね。あのそんなにすんなり楽にはいかれへんぞっていうのがあって、でもそのだんだんとやっぱり弱っていくわけですよ、その対処の仕方がわからないんで、でもうだんだんともうその本当に死人みたいな顔をして生きてた時があって。それはいくつぐらいの時ですか？ですね、もう17、20歳前ぐらいですかね、3年ぐらいして。17歳の時に事故に遭われて、はいはい、まあ、やはりまだ学生だったじゃないですか。そうですね。学校はどうされたんですか？ゆっくり、あの4年間高校に、大好きな高校だったので、4年間出していただきました。はい、あのね、執行猶予ですよね。そのまま世の中に出されたらえらいことになりますんで、はい、でその時にですね、あのやっぱり考えますよね、すごい、あの、うん、なんで生きてるんだろうとか、うん、これ命って何なんだろうとかっていう、うん、根本的なことを考え始めて、でそのもともと心理学を希望してたので、子供の頃からって言いますか、その大体、方向的には心理学だろうなと思ってたんですね。でそう、まあ、考える癖があったんで、あのまあ自分で死ぬとは思ってないですけど、やはりその死ねたらな、楽になれたらなというのがすごいあって、そういう顔がやっぱりおふくろから見たらあの分かったんでしょうね。で、あの別にこう僕がそのこういう性格なんで、あんまりあの表に出さないというか、あのもうしょうがないっていうふうに思う人間なので、例えば顔色を見てもこれは限界なんだろうなって思ったんでしょう。あ、うん、でそこであの一緒に死んであげようかって言われた時に、あの何でしょう、うん、これは本当にスピリチュアルなことなんでしょうけど、その時に人ってあのなんて言うんでしょう、例えばあんこさんと僕が知り合わせていただきますよね。はい、で、あの、まあ、何回かおしゃべりしますよね。はい、そうするとあの、自分の持ってる魂っていうんですかね。
がこう実は共有し始めるんですね。うん、あの何パーセントかをこう支え合うというか、こう分かれてたものがだんだんこうくっついてこう端っこの方がだんだん共有し始めて、でそこからいろんなこう交流っていうのが始まって、そういうのって皆さんそうだと思うんですね。関係されてる皆さんね、ご家族であるとか兄弟であるとか、でそれを母親からその死んであげようかって言われた時に、もうそのすぐその場で、あ、人ってとにかく命っていうのを共有している部分が何十パーセントかあって、まあ例えば僕が一人で死ぬとしますよね。そうするとその共有してた分を相手の部分の何十パーセントを持っていっちゃうんですよ。そうするとあの相手が その、まあ、大きな風穴が開いたわけですから、それを修復するのに大変時間がかかると。プラスそれからなかなかその、時間がかかるどころか、回復する人っていうのはすごい非常に強い人なんですよね。っていうのが瞬時には、なんとなくその、あ、そう、魂ってそういうことかっていうのが非常に合点がいくっていうんですかね。その場で膝を打って、あ、こりゃいかんなと。これはもうその答えをどうこう、やっぱり答えを探して生きるっていうような感じにね、誘導者になってしまうので、そうなると。だけどもその、焦ってどうこうするんじゃなくて、とにかく生きてみないとわからないっていうのが、分かったんですね。何が分かってないっていうのが分からなかったんですけど、生きていないんだっていうことが分かったんですよ。分かるほど十分には生きていないし、何かがもったいないって思うほど十分には生きていないんだなっていうのをすごく痛感したんですね。もうそれがまあ、もう第2回目の鉄槌ですよね。神様がいるならば、このガスンと後ろからやられたっていうことですよね。それが良かったんでしょうね、多分ね。まあその時にまあ気持ちをこうちょっと変えられたんですね、お母様の声で。そうですね、もうスパンと、そこからは、その笑うようになりました。ああ、本当良かったですね。まあお母様のその愛情っていうのがこうどうのか、森さんのなんか殻を破ってくれはったんですね。そうでしょうね、本気なんですよ。口だけで言ってないなっていうのがすごい分かるんですよね。そうやね、でも親としたらやっぱり、大切な子供が ね苦しんでる姿を見るのがやっぱりもう本当に何より辛かったんでしょうね。なのでそれも僕は感じましたんで、とにかくその同じ苦しみでもどんどん今日こんな痛いねんけど、こんな話して、頑張るわ、とか、とにかく面白いことを言うて笑わすっていう、コメディ路線を取ったんですよ、途中で。いいですよ、ほんとそうです、ね。神様はダジャレも好きやしね、なんかお笑い好きですよね。いや、もう本当にね、というのは、やっぱり鬱っぽくなりますよね、どうしても痛みで、もうがんじがらみになって。でも痛みでも脳の中が信号が全部いっぱいになるんですよ。起きたらもう全関節が痛いとか、その左腕だけじゃなくなるわけですよね。そしたらもう何のやる気もないし、でもこう、なんか鉄板ネタっていうんですかね、今でいうところのね、自分の中で絶対にこれを笑うっていう、ネタを頭の中に仕込んでて、それを思い出して笑ったりね。主に祖父 の、 ご乱行、若い頃のご乱行の話が大変面白くてですね。それを思い出すたびにもうみんな笑うんですね。そんなんでこう笑ってるうちに、笑うとこの横隔膜がパーって動いたり、気をどうしてもするじゃないですか。そしたらね、なんかね、スイッチが入るっていうことに気づいたんです。だから、
笑わずに一日いるとどん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 その悪循環しかしないんですけど、笑った瞬間に逆の循環が始まるっていうふうに言って、まあもともとおちょっけるタイプだったんで、それは 得意な方だったんでしょうけど、それに磨きをかけたっていうか。いいですね。ね、で、なんか、まあ、英語とかは、はい、どういう時に学ばれたんですか？ですね、その、やっぱり高校、まあ、2年生ですから、はい、だいたい痛み、あと、これ何時間、あと何日、我慢できるだろうぐらいの痛みだったんで、はい、考え方をとにかく変えないといけないということで、この国じゃダメって思ったんですよ。日本ってね、まだまだそのなんで痛いかっていうのはやっぱり理論的にはね、アメリカから情報が入ってきたんで分かったんですけども、その本当に治療として医学にまだまだ全然反映されてない時代だったんで、とにかくアメリカに行こうと、いうことを思いつきまして、そこから全教科を捨ててもいいから、とにかく英語だけで上位に食い込んだらなんとかなるって思ったんですよ。はい、で、まあもともと洋楽も子供の頃から聞いてたので、なんていうんですかね、その即英語に取り掛かって、大体1年ぐらいですかね、で大方話せるようにはなってましたね。1年で、すごいですね。はい、まあまあ片言なんですけど、外国人の先生が来たら普通に喋るぐらいにはなってましたね。いや、今ね、やっとこの掲示板が私の方はね、開通したんですけど、クガンさんね、あんこさん、森さん、おはようございますって声かけていただいてまして、はい、ありがとうございます。おはようございます。今日はね、こうして森さんっていう、方をご紹介させていただいてるんですけれども、まあ、森さんは、まあ、今、いろんな、こう、話もお伺いしてるんですが、やっぱりこう将来的にというかね、まあ、今もそうなんですけれども、やはり同じようにこう苦しんでいる方であったりとか、まあ、いろんなこう問題を持った方とかのお話をお伺いして、まあ、励ますというか、そういう感じですかね、まあ、そういう活動もしていきたいなっていうふうに思われてるってちらっとお聞きしたかと思うんですけれども。はい、そうですね、まあ、ひとまずはそのモチベーションスピーカーっていう言葉が英語にありまして、別にその大したただただ生き様を見、まあ、人に見てもらうというか、やってるうちにこう人がこうね、あんたこんなことしてるんかっていう話になってくるじゃないですか。でその、まあ、要するに僕の症状だけじゃなくて、脳の脳が引き起こす、まあ、もちろん外傷が、体にも外傷があるんですけど、脳がね、最終的に統括する、領域なので、たくさんの人がいらっしゃる、同じような類似、酷似してる症状の方もいれば、まあ、その同じ範囲の中で、まあ、例えば片頭痛であるとか、本当にこれは外傷がなくても、ストレスだけでね、同じぐらい体が痛くなるっていうこともあるんですよ。やっぱりね、そういう方たちっていうのはその跳ね返し方というんですかね、その跳ね返り方ですね、それこそ笑うとか、そういうことをやっぱりご存じないんじゃなくて、そのできないんですよ。で、そういうのでやっぱりそのわかる、君の痛みを完全には分からないんだけど、どこで苦しんでるのか分かるんだよねと、それでちょっと情報交換しながらさ、なんていうかな、ちょっと一緒に頑張ろうよっていう感じ、そのモチベーションを上げる方法っていうのを、やっぱりこうどん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 自分で気づいていって、それをこう
何とか記憶に残していくことですね、もちろん医学にもそうですし、その精神衛生上どうこうっていう、まあ基本ですよね、はい、それをこうシェアしていければなと。ああ、はい、ね、まあ一緒にこういろいろこう乗り越えていこうよっていう、そんな感じですかね。そうですね、あの僕もだいぶしんどいんでそうでしたね。あの決して僕はその、克服したとは言えないですね、でもその全然態度がね、全くやっぱりその同じ人からしたら、いや元気そうやん。そうなんです。だから私もあの、まあ、この前一緒にこうパソコンに向かっていろいろしていただいてる時、まあ、ついつい思わずあの健常者の方と同じように考えてしまってて、で森さんがちょっとあの しんどいけど頑張りますって言ってくれはったら、いやすいません、でもあの疲れてはるからもう私じゃあいいですとは言えなくてお願いします、ね、お願いしますって。あれはどうにかしないとダメ。まあ本当にちょっとあの申し訳なかったなと思うんですけれども、結局はね、もうどうしたって疲れるし、あのどうしたってその痛みがあって、まあ、それを緩和する方法をいろいろあの見つけてはいるものの、あの気候の変化に勝てなかったりするんですね、でそれもあの真っ向から勝負していたんじゃダメなので、それこ そのじゃああんこさんのこのパソコンの状態を改善しようと、になったら、あんこさんが行ける時間何時ですかって聞いたら、まあ、何時ですと、そういう中ばっかりでしたね、はい、言っていただいたんで、はい、もう昼間はとにかく爆睡するっていうね、そういうこうなんていうんですかね、あの陰陽のバランスっていうんですかね、それをやっぱりその落ち着いて、っていうかそのどれたらいいですかね、あのすごい不幸だなっていう考え方では、そういうこう切り替えができないので、で自分自身もね、あの時々ね、あのそこのこう結構な重い障害があるっていうのをね、忘れてる時があるんですよ。なんでこんなにしんどかったんやったっけなと思ったら、そうか僕障害者やったなっていうのがあって、すいません、あの言葉はね、あのちょっと障害っていうことはいろいろね、受け取り方があるんですけども、あの僕としてはあの正直に困難、障害の何者でもないと思うんですよね、そうですね、まあまあ一般的に使えるものが使えないっていうのはね、ある意味そうですよね。まあ、であとそのね、あの痛みとかその使えてたものが使えなくなるとかっていうことに関してはね、まあ、私もあの私はもう本当に全然軽症なんですけれども、まあ、この3月に、まあ、自転車でこけてね、まあお医者様とか人によってなんか言い方がみんな違うんですけども、まあ、人体が切れてるよとかね、まあ、なんだかこうだよとかっていうようなこと聞いたり、まあ、実際まあね、あの普段はそんな痛まないけど触ったら痛かったりとかね、で人体ってまあ切れたらつながらないらしいんですよ。そうですね、でまあ、手術とかいう方法はあるかもからないけど、まあ、私はスポーツマンじゃないので、まあ、そこまでね、したいとは思わないんで、うまく長く付き合いたいなとは思うんですけれども、そしたら今まで私正座はね、もともと超えてるから重いから正座って痺れ切れるし好きじゃなかったんですよ。あ、痺れますね。で、もともとその足もそんな丈夫じゃないから正座とか極力あのしなかったんですけど、でもできないとなったらしたくなるやん。あ、そうなんですよね。なんか不思議な。そうそう。あの別に今まで気にしてなかったのに。そうね。やろうみたいなこと。そうですよね。なんか今まで、あの、まあ、ちょこっと正座をしたりとかも、まあ、してましたからね。ね。はい、まあでもできないとなるとなんかできないのがすごく寂しいというかね。そうですよね。あの僕はもう夢を叶えてやるって言われたら、逆立ちがしたいです。ああね。もう逆立ちできたらもういいわって思うと思います。ね。やっぱり
ギターも弾いてたんですけど、ああ、うん、ギター以前にやっぱり逆立ちしたいですよね。ねえ、うん、普段ね、逆立ちなんかね、ね、あの手がね、しっかりね、はい、動いたとしてもね、なかなかね、逆立ちしたいと思ってする人いてないかなと思うんですけども、ね、やっぱりそんなもんですよね。だから、ね、本当に健康ってありがたいですね。そうなんですよね。あの完璧なバランスっていうんですかね。うん、まあ、実は本当に失ってから分かるっていう。そうですね。そういう意味で、まあ今、あの肉体的にね、健康を維持されてる方がね、いらっしゃったら、まずその体を大切にしてもらいたいと思います。そうですね。もう本当にその行き過ぎまでやってしまう人を 何回もね、お見受けするんですけど、あとでその、なんでやろう、なんでやろうって言われると、そらそうやろってなことをやってはる方が多いですわ。ですね。まあ私も、この5月ぐらいからようやくね、自分の体の声を聞くじゃないんですけど、やっぱりこうね、自分をいたわろうとかね、自分の、心に正直になろうとかね。そうですね。その活動に取り組んでるんですが。なかなか、もう本当にやっぱり、こう、日常的にずっともう、外との接点が、多い生活してたので、まあ、今もついつい気がつくといろんなこう予定を入れてしまうところがあるので、そう、自分で自分の足を引っ張るというかね、いやいやいや、ちょっともう無理しないようにということで、足引っ張るようにしてますけど、まあこれはやっぱり、まあ、健康やねんから外へ出てどんどん活動すればいいやんっていうようなものですけど、でもやっぱりその、まあ、私ももう今61になったんですが、ね、この先、あと、何年ね、こうやってね、活動できるかなって、やっぱりこう、そろそろね、気になるぐらいになってきたかなと思うので、やっぱりこう、やり残しのないようにっていうかね、まあ、もちろんやり残しあってもいいんだけど、でもできるだけ私の生まれてきた時のその意思っていうかね、気持ちに正直に従ってっていうかね、なんかちょっとここでもっぺん切り替えようかなと思って。そうですね。どう言ったらいいですかね。本当にね、まあ世の中で言ってる、そのこれがいいですよ、正しいですよっていうのがね、まあ、それはそれであると思うんですよ、それが悪いとは言わないですけど、実は途中で刷り込まれてしまってる部分があって、健康ならばこうしとかなければいけないっていう、ねばならないっていうのにだいぶ踊らされてしまってて、実はその本当にパフォーマンスを上げるためには前の日ゆっくり休んどくいた方がいいとかね、そういうのには気づかないまま、ずっとべったに動いてることがまあいいことだみたいなことを、思い込んでしまうんですけど、もう脳の観点から言っても、例えば仕事先とかそのイベントをなさってることとか、そんなことを定着させるっていうことが必要だったりもするんですよね。頭の中に定着させるとか、体に定着させるとか、それってやっぱり休まないと、体を休めないとできないことでありますし、その脳もやっぱり体を休めないと覚えてくれないんです。どんどん入れるだけで、で今度入れっぱなしだと出せなくなるんですよ。僕はその時々この振り子に例えて言うんですけども、人間ってその調子のいい時悪い時っていうのがありましてね、もうあんこ様もうご承知の状態になられてると思うんですけど、例えばこう振れますよね、いい方悪い方に振れますね、はい、でいい方に振れた時がいいと判断がここでつくと、ここで止めようとするんですよ、で、こっちに行った瞬間に、ああかんわあかんわって攻め始めるんです、
その人は全然ないのにですよ、でずっとこっちにいたらここでとどまろうって、である日突然プチッと疲れましたって言ってプチッと手を離すから、すごい勢いでまた悪い方向へ行くんですね。あ、そうすると悪い方向に行った時のなんていうんですかね、その余計に何倍も自分を責める癖っていうのが出てきますよね。あ、なるほど。でそういう人って人を責めますよね。あ、自分を責める人は人も責めますか。ですね、大体、やっぱりその自分に厳しいっていう人の中で、そうですね、ストイックな人の中、自分に厳しいっていう人の中で、あの非常に陥りやすい精神状態ではあると思いますね。そうですね、まあ、自分も我慢できたんやからっていう感じですかね。そうなん、そんなね、あの我慢大会じゃないんで、あのね、人生は別に我慢大会じゃない。もちろんその、振られた、こう与えられた人生で試練とかっていうのがありますから、その人はそれに耐えなければいけないかもしれないけど、万民がそうなわけじゃないんですね。で、そのこれはあの今思い浮かんだんですけど、あの僕四天王寺さん時々行くんですね。あ、はい、はい、なんでそこであの本当にこれも、そう母親の言葉の次ぐらいかな、あのですね、極楽のお庭の名前忘れましたけどね、はい、極楽庭園かなんかっていうお寺、あのお庭なんです、はい、で別に普通のあのお水を配置した普通の近代的なお庭なんですけど、はい、あの道禅上人かな、あの中国のお坊さんなんですね、はい、があのだいぶ昔の人なんですけど、うん、その人がこう作ったデザインっていうか、あのコンセプトのお庭なんですけど、はい、右が殉教の池で左が地獄、逆境の池って、ですね、はい、その殉教も逆境も実は同じ地獄なんだっていうふうなことがあるんですよ。でそれはなぜかっていうと、あの殉教はむさぼりが始まるんですね。もっともっとって、でこれはいいのでこれを続けよう、もっともっともっと、で逆境は逆境を恨み始めるんです。あ、環境を恨み始めると自分を責める、人を責める、で全てを憎むっていう風な、両方あのなんていうんですかね、あの生きていく上で非常に邪魔になると言いますか、その引っかかっちゃダメですよっていうと、でその池の真ん中に真っ白い道があるんですね。で、殉教を貪らない人、逆境を恨まない人は真ん中の道が見えて、それが極楽に続いていますよっていう風な考え方なんですね。それを見た時に、ああなるほどと思いましたよね。あの非常にそれ両方、殉教も逆境もやっぱり、子供の頃はもう本当にイケイケで、やることなすことうまくいくみたいな。までの17歳だったんで、で周りのおかげで好き放題やらせていただいたっていうだけの話なんですけど、やっぱりギターもね、そこいらの人に負けないぐらい負けたっていうのがあったんで、あの余計辛いですね。なんですけども、そのやっぱり30過ぎぐらいですかね、その池を見て、2つの池を見てですね、お庭を見て、ああなるほどなぁと思ったんですよ。そこがその僕は時々言っているその陰と陽ですよね。対極、はい、相対する極が、はい、本当の太い対極拳の対極ですね。対極図、あのバランスの取れた白と黒、男性女性とか、はい、でそういうのがバランスが取れてこうくるっと一周回るっていうのがね、あの自然にできているんだからそのまま生きればいいんだよっていうところを、やっぱりこの体に不自由になっ
して、ようやく分かったっていうのが非常に、うん、あ、やっぱりこの痛みの中から本当今日は、はい、学ぶっていうね、見出す力っていうね、ことをね、お話って言ってたね、まさしくそういうことですかね。そうなんでしょうね。やっぱり急にもうこう詰められて押し込められて、もうとにかくね、発狂寸前の痛みの中で、もう目を見開いてですね、もうとにかく、全部捨てます。全部捨てて、命を継続するためにはしか考えてなかったですよね。でそうなるとそのあれがいいこれがいいっていうのはだんだんなくなっていくんですよ。もちろんそのあったら嬉しいわありがとうっては思うんですけども、いつまでもそれは続かないですし、それにしがみつくっていうのもなくなるんです、というのはしがみつく体力がもう体力気力がないんですね。でそれがありがたいことにその、調子が思いっきり悪くなっても、だからどうやねんと、いつものことやんかと、でしかもその、やっぱり二十何年も経ってくるとそのデータ、自分の中でこういう天気の時はこうだから、2日後には雨だなっていうふうな、そういう、 こう周期っていうのが分かってくるんで、 お天気予報士ができそうな、そうだいたいFacebook とか、時々こう地図を載せていただいていて、省庁かっていうぐらい取れてますけども大概当たってるんですよ。すごいですね。やっぱりね、でそこで例えばこれは、沖縄の作家の先生ですね、小原武さんっていう作家の方なんですけど、はい、僕ファンで本読ませていただいてたんですね。はい、でたまたまこの本面白いわって言ったら小原先生の方から普通にお友達になっていただいて、で実はそのやっぱり片頭痛を子供の頃から持たれてて、はい、もうそれ分かるっていうふうに言ってくださったり、あとは音楽仲間ですごいもう歌えいる方なんですね。楽器もいるし、歌える方もいるし、お二人ぐらい知ってるんですけど、やっぱり片頭痛、片っぽの人は片頭痛持ってますし、片っぽの人はその喘息ですよね。でもそれをなんとか克服と言いますか、それとともになんとか頑張るために歌をわざわざ選ぶ。喘息の方が。そうですね。喘息の方を歌を歌ったり、楽器をしたり、で片頭痛の方も歌を歌ったり、わざわざそれを選んでるんですよね。そういうのがやっぱりその途中で分からはったんですよ。それでだいぶその活性化されて、ね、痛みに強くなると言いますか、それやり過ごせるだけのこの弾力っていうのが、まあ、その養えるっていうのを分かられたんでしょうね。ね、そういう結構多いですね。ただその、そういう方っていうのは一人で戦ってこられた人たちばっかりなんで、やっぱりそうなんやっていうことを、僕のフェイスブック見ていただいたときに、あ、やっぱりそうやったんかと、自分がずっとおかしいんだと思っていたっていうふうに言われるんですよ。で、おかしい、ね、百歩譲っておかしいからどうやって、いうことなんですけど、やっぱり自分がダメなんだっていうふうなことを判断をしちゃうんですよ。さばいてしまうんですよ。だからそうじゃなくて、それは単に自然的バランスのことであって、別にあなたは悪くないんだから、それ調子悪い上に裁くは責めるはしてたら、損でしょうと、そこはもう鉄板ネタのなんか見てね、笑ってね、転がって過ごしてたらいいんですわ。絶対動けるときは出てくるんで、要するにそこに逆境にしがみついて、今度、殉教に気づかずに、そこでバッと動かない。
が出てきますし、うん、ね、殉教にしがみつくと、この何かあった瞬間にもう怒りとそのパニックが起こって、うん、何も動けない。両方やっぱり動けなくなるんですよね。うんうん、それは損、それ非常に損だし、ましてや僕らみたいな体になっちゃうと、ただでさえね、不利なわけですから、その、劣勢をどういうふうに、逆転させるかっていうね、そういう考え方っていうのが、やっぱり判断とか、自責の念ですね、そういうのは邪魔なだけなので、うん、うん、っていうところですよね。うん、うん、ね、まあ本当に痛みっていうのはね、私たちは、まあ普通は、まあ、ちょっと瞬間やり過ごしたら治っていくっていう、過程の中に結構いるかなと思うので、まあ、比較的まだ、楽なんですけど、その、毎回以降ずっとこう、それと付き合っていくっていうのはね、大変ですよね。で、そうですね。あと、その、人によっては、この、その痛みを感じなくしてしまってるっていう人もいらっしゃって。うん、そうですね。ま、それは、こう、無視してるっていうことですかね。そう、無視してるうちに、本当に、うん、そこの痛みの、なんていうかな、信号を受け付けないというか、微妙なところで痛みを感じてないんです。うんうんうん、で、だけど、こう変に、だからそういう人に、この前、腸脳整体っていうね、整体の先生の、セミナーに行ってたんですけど、でも本当、まあ、その人の病状とかいろいろ見たら、もう激しい痛みがあってもおかしくないはずやのに、全然痛くないっておっしゃってるんですって。はい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 。で、その人に施術、施術はね、しなかったっていうんですよ。なぜなら、下手に施術してしまって、痛みとつながるところを、そう、治してしまうと、ね、スイッチが入ると。そう、もう大変なことになるので、施術しませんでしたって言ったんです。そうですね、それね、ですね、脳科学の世界でも、うん、それね、いろんな方法が、まあ、広告、事例が報告されてるんですけど、本当にね、まあ、例えば本来なら痛いのだけど痛んでるはずなのに、うん、それをこうなんとか頑張って、どう言ったらいいですかね、快楽物質っていうんですかね、メラトニンとかなんかのいろんな、なんかあるかと思う、ドーパミンとかっていうのがあって、でですね、これはお猿さんの研究で、70年代に僕の引き付けの、お医者さんなんかはね、ペインクリニックの先生が実際に学生の頃アメリカにいて、研究に参加されてた実験なんですけど、ここに熱い電球が置かれてるんですね。うんで42度ぐらいなんですよ、うんうん、でその時お猿さんはもう暑いから嫌やってこう避けるんです、うん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 、でも前にブザーが鳴って、うん、赤く光って光がね、点灯して、うん、餌が出てきたら餌食べますね、うん、はんはんやりますね、これずっとそれ食べたいですね、うんうんうん、そのうち42度に耐えて44度まで耐え始めるんですよ。へえ、それは単に餌に食いついているだけなのかと思いきやですね、うん、脳の中でちゃんと今まで受け取ってた熱いっていう痛みの信号を消してるんです、うんうん、上書きしてるんです。へえ、餌来たやったっていうこのテンションの上がり方が、あ、だからそういう方っていうのは、うん、無理から無視してるんじゃなくて、うんうん、非常にいいバランスを自分で見つけておられる方に時々多いんですよ。あ、はい、まあ、私もね、まあ、3月に、
こけて、まあ、靭帯切れたとかっていうね、はい、あれがあって、まあ、触ったりとか膝はつけなかったんですけれども痛くてね。だけど、まあ、あのちょうどその頃沖縄でイベントするとかね、はい、で東京の方 の、 あのテディコンがあるとかね、はい、なんか自分のイベントがあるとかすごい忙しい時期やって、うん、で、痛がってたら要するにそれ全部ストップしないとね、はい、痛いのに、まあ、主人にね、あの痛がってんのにどっか出かけますって言ったら怒られるじゃないですか。だからもう私の中にはもう痛みはなかったんです、うん、だから本当にあの沖縄行った時もどっかお参り行くとか言って階段を上り下り平気でするし、東京行くと重たい荷物持ちながら、あの浅草なんかあのエレベーターがないんで階段上り下りしながらイベント会場へ行ったり、もうやっぱりそのみんなと一緒の中では自分一人痛がってるっていうのはなかなか難しくて、まあ、あの沖縄の時は主催だったので余計ね、なんかその痛みをこうなんかで顔をしかめるっていうようなこともできないじゃないですか。だから本当に痛みなかったんです。うん、でまあこけた時もね、ちょうどその時はそのいろんな行事の前やからね、主人にがあの携帯電話を変えたいとかって言うのでね、ついて行った時で、まあ、正直本当に痛くて、あの自転車こけた時は一瞬起き上げられなかったんですけど、主人はさっき自転車でバーッ行ってしまうし呼べないし、もうで痛がってたらまた何言われるか分からへんと思って頑張ってね、行ったら、まあ、なんか頑張れちゃったんですよね。で、5月に入ってようやくね、なんか、病院で靭帯切れてますよって言われた時にちょっと意識が抜けてって感じ で、ちょっとこう腸の整体の人に施術してもらったらね、ようやくね、あの痛み感じたんですよ。でその時は痛み、もうそれ5月もう中ぐらいかな、なんか6月かそれぐらいかなと思うんですけど、痛み感じた時に、あ、なんかようやく神経通ったかなと思って。そうですね、あの、うん、情報がね、とにかくたくさんあると、うん、あの痛みが本当に紛れるっていうのは実際にあることなんですね。うん、で、その、まあ、痛みの度合いもよりますけども、うん、あの実際それで本当にかき消していけって、脳っていうのは実はあの生まれたまんまじゃなくて、こうやって喋ることもありますし、楽器を弾くとか、やってるうちにこう、そのうち見なくても弾けたりします。あ、はい、で、この言語だっていうのも、あの言葉も、あのもう思いっきりゴリゴリ勉強したわけじゃなくて、もうお母さんお父さんとずっと喋ってるうちに子供って覚えていくじゃないですか。はいはい、あれって脳が書き換わっていくんですよ、ずっと。書き換わっていくんですか。はい、でですね、あの実際にあの今最近ではそのリアルタイムであのあ脳の頭の中が見えるようになってきてるんで、あのMRI ってあるじゃないですか。はいはい、で、あの、あれで、それをそのリアルタイムの動画のままね、こうやってこう、なんかにかざして見るんじゃなくて、動画のまま見れるんですよ。はい、で、それで、最近行われた実験で、あの、やっぱり瞑想をしている人たちの脳を最初に撮って、そのままあの撮り続けると、脳の、回路図。が変わっちゃってるんですね。物理的に本当に変わってるんです。で、普通それならね、あのうわすごいなと、脳って本当に書き換えることができるんかっていうふうなことを、あの本当ならその平和に使わなければいけないんですけど、すぐに企業とか軍が問い合わせだったり、なるほど。それだけその信憑性がだんだんと高くなってきてるんですね。で僕がやってるそのリハビリっていうのも、はいはい、あのやはりそのどういうふうな信号を送ると痛みがあの弱まったりあの消していけるかっていう方向でやってるんですね。
ね、ちょっと後で紹介させていただきましょうね。リハビリの様子ね。クガンさんがね、笑いでがんが治ると言われてるだけあって、笑うことは大事なんですねって言って、おっしゃっていただいてますね。はい。エコルさん、はい、おはようございます。ね、まあ、今日はね、その痛みの中から、こう、いろんな、こう、また、ちょっとね、痛みっていうのはなかなか想像ができないんでね。ですけども、その中から、まあ、いろんな、こう、まあ、生きる力っていうのをね、見出してやっていきたいなっていうことで、されている森さんにね、お話をお伺いしてるんですけれども、また何か、まあ、ご意見とか何かありましたら、書き込みよろしくお願いします。よろしくおは願いい。します。じゃあ、ちょっとね、先ほど、いただいてた、ものをちょっとご紹介していこうかなと思いますね。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと画面の方はね、テディコンの方に変えておきます。テディコンのね、準備中です。はい。では、じゃあ、こんな感じでいいかな。今、ちょっと、ご紹介してるんですけれども、こんな感じですかね。これ、まあ、ちょっと、自分でこう、書いて、録画していただいているものを今ご紹介してるんですが、ありがとはい、うございます。はい。そうですね。なんか、日記のように書かれているように見えますけれども。フェイスブックをそのまま。これは、信号を送られてるんですかね。そうですね。これ、右手ですか。ですね、左側にiPad が置いてあって、はい。手の動画が動いてると思うんですね。で、それっていうのは、実は、僕の左側にありますけども、はい。左手は動かないんで、右手を録画したものを、カメラで録画したものを、左手に反転させてるんです。180度と裏表を反転させると、今これ、僕の頭には両方の脳に両方の手があるよっていう信号が言ってるんで、まあ、例えば今これ僕やってなくて、この画面見せていただいてますよね。すでに僕は原始って言いまして、左手の中にある、信号が整え始めてるんですね、すでに。で、痛みが楽になり始めてるんです。今これタオルをなんか外されてるんですかね。そうですね、はい。ずっとここやってるうちに、いや、タオルがあかんじゃんって思い出して、やっぱりね、線対称、両方を同じ、オリジナルにかなり近づけたものを視界に入れて、できる限り残存機能を使って運動をすることによって、脳が、ちゃんと信号がいってるんやなっていうことで、激しく反応しなくなるんです。これは要するに左手を動かすっていうのは、まあ、動くようになるっていうことをプラス、なんかこう、痛みを和らげるっていうことなんですかね。もうね、全くね、それまで続いてる激痛が、だんだんと弱くなっていくんです。もう、本当に始めたらすぐですよ。そしたら、その痛みっていうのは、要するに脳がその左手を動かそうとして動かないっていうことの痛みですかそうです、そうです。ね。それがもうずっと行ったり来たり、行ったり来たりするんで、まあ、言うたらね、脳という親方に行けって言われて、行って動かそうとしたら動きませんでしたって言って、行って怒られるっていう、いうことですよね。できるやろう、何言うてんねんっていうことなんですよ。僕今これ左手を使ってはるように見えるんですけ見えど、るでしょう。これは単に挟んでるだけなんですね。で、この神経が戻るっていうことはないんですかね。残念ながらですね、神経っていうのは、その
途中での断裂っていうのは戻るかもしれないんですけども、僕の場合はその頭蓋骨の方からこうピンピンに引っ張ってるやつがスコッと、ちぎれて抜けてるんで、でそれっていじるのが難しいんですよね。多分まあ1世紀2世紀後にはいじれてるようになると思うんですけどね、医学でもね。ただそれはちょっと非常に危険で、実際その検出があまりにもひどかったので、手術を受けたんですね、去年の4月頃に。はい、去年までそのひどい、だんだんひどくなってきたんですか？そうですね、ちょうど4年、5年前に、とうとう耐えられなくなって、体が持たなくなってですね、衰弱が始まりまして、で自力で眠れないっていう、不思議な言葉なんで、疲れ果てて気絶しないと眠れないっていうね、それ3日ぐらい起きっぱなんですよ。はい、でそうなるともうどんどん何を食べようと何をしようと、どんどんこの疲れが、襲ってきて、動けなくなるとまた痛みがどんどん激しくなってくるんで、まあ、とうとうそのあんまり勧められない方法なんですけど、まあ、医療麻薬的なことですよね、をもう1日おきに行って麻酔科で眠らせてもらうと、それで4年間ずっと生きながらえさせてもらったんですね。それで手術をされることに、はい、それでもう限界だなと、これはその麻酔もそのうち効かなくなるぞと、いうことで手術に踏み切ったんですけども、まだまだね、その手術っていうのはその頸椎を開いて神経を焼いていく激痛だけを取るんですね、焼くことによって、それってね、まあ新進気鋭といいますか、俺は神の手を持っているんだぐらいの自信のある先生がやられるんですけども、やっぱり危険なんですよ。実はその事前に読んでたいろんな症例の中の、まあ、首が痛くなる、で片頭痛が起こり始める、で他の手足、今までは左手だったんですけど、他の手足にも実はちょっと痛みが出始めて、でそれを、まあ、消すために、まあもうはっきり言ってそうなった時にもうこれは使命だなと思いましたよね。これはもうこんなことはありえないと、全部読んだこういう、ね、残念な結果もありましたよという、読んだのが全部出たんですね。で、まあ、片頭痛、むち打ちの人で、心的要因でその脳に、痛みの回路が張り巡りがされてしまって、まあ、ストレスからですよね、そういう症状が出るのと、であとその本当に全手足が焼けるように、熱くて痛いですね。で、ちょっと話を戻しまして、検出がどんな感じの痛みだったかっていうとですね、これ実現するのは不可能なんですけど、有刺鉄線ありますね、立ち入り禁止の、有刺鉄線が腕の中に入って、それがぐるぐる回転しながらうねうね動いて、プラス生皮を剥がれて、煮えたぎった油をかけられてるみたいな痛み、これも、まあ、想像はつかないですけど、ぴったりきますね。大方、そやそやって言わはる人が多いですね。すごい痛みですね、それはね。はっきり言って物言えないですし、顔はしかめ面しないのが精一杯。だから何も考えてなかったですよ。もうとにかく思考を止める、判断を止めることを
に集中するっていう不思議な状態だったので、いまだにその癖が抜けてなくて、ほとんど一日何も考えない。瞑想のような状態です。そうですね。あの、常に瞑想状態みたいな感じなんですね。でも考えるときはすっごい集中、パッと集中できるんですけど、まあそれもやっぱり手足に、あの、他の全手足に出ちゃったんで、あの、どういうんですかね、朝起きたらもうゾンビみたいな状態なんですね。あの、本当に英語で言うリビングデッドっていう、生きながら死んでるっていう状態。でそこからその、まずお布団から出れるかどうかっていうことから始まるんですよ。でまずもう声をこう低い声で出して、この喉頭蓋っていうんですかね、喉とあの頭蓋の、顎の上の方なんですけど、そこを響かせて脳に振動を与えるんですよ。で今度は肺を動かしますね。でどんどんとこう脳にスイッチが入っていきますね。で今度は起きれるかって体に聞いて、起きれへんかったらもう二度寝なんですけど、まあ大概起きれますわ。その時まあ度胸でも何でもいいんですよ。歌でも何でもいいんですわ。やって、でその後ゲーム、DDR っていうんですけど、ダンスダンスレボリューションっていうんですね。で そのゲームがあるんですけども、そのゲームであのこう画面、音楽が流れて画面を見てると、その矢印が上から降ってくんで、その通りにあの足を動かす、マットを捨てて足を動かすっていうのがあるんですね。でそうしますと、そのもちろん手足は痛いんですけども、あのとにかく痛みでパンパンになった脳に振動がいくんで、サラサラの状態になるんです。信号がね、信号は消えないですけど、サラサラの状態になって、その痛みの方ばっかりこう凝り固まってるんじゃなくて、シェイクされることによってこう一回ふるいにかけられたみたいな、サラサラのパウダーみたいな。でその間にもさっとこう動く、何をするっていうスイッチの入り方もありますしね。そういうスイッチの入り方っていうのをすごく研究してて、おそらくはこういうのが、うつの方の改善とかになるのかなと思っていますね。もちろん考え癖とか、あの、そう、ね、うつの方はもうあの何かしようっていうあの、あれがないですからね。もうまだ本当に森さんの場合はやっぱりこうなんとかこう自分を生かしてやろうっていうね、そういう気持ちが支えてはるんかなと思うんですけども、やっぱりね、その最後の手術をするまでの4年間はね、ほぼ同じような感じでしたね。あの何もしたくない、動くと命ちびるっていう、なんかね、ちびるっていうことはあれなんですけど、その削れちゃうんで、極力動かない、とにかく動く気持ちがないんです、非常につらい、つらいですね。生きてるだけでつらいですから、まあ、ではきつかったですよね。まあその生きてるだけ、で辛いところから、まあ、今もね、まあ、辛さはね、あるかなと思うんですけど、やっぱりこうまた人のためにも何か役立ちたいとかっていう、そういう気持ちにこうあの変わってこられたっていうのは何かきっかけありましたか？やっぱりそのそうですね、これはあのあんこさんもよくご存知の、金城保さん、あ、はい、スピリチュアル TV もね時々出てます、はい、あのある日旅先でね、あの、まあ、しんどいんですけど家族について旅行に行った旅先で YouTube 見てたら、たまたま保さんの動画を見たんですね、はい、沖縄でやっておられる番組の動画なんですけど、そしたらもうその人を見た瞬間に、僕は絶対この人に何か聞くことがつかないか、
すぐに電話して、2日後にはもう電話してました、喋ってましたから、で、なんかね、普段からもうなんか、どうせ死ぬなら一矢報いてから死にたいと、うん、っていうなんかこう、あの侍みたいな、こうね、軍人みたいな感じがあるんですよ、うん、はいはい、ずっと戦ってきたんで、はい、で、その、うん、それ金城さんに言われたんですよね、ちょっとそういうお話聞きたいっていうのが来るかもしれないから、うん、そういう時はあの頑張ってお話ししてあげてって言われたんですね、うん、それで NHK さんから、はい、あの大学病院を通じて、あの来てくれはって、その取材を受けて自分でその上がりを見たいね、やらなあかんのと、これはもうそのなんていうか、今までの悔しさを別にその、うん、あの弔い合戦ではないんですけども、うん、あのせっかくね、うん、我慢して生きてきたんだから、はい、その我慢のエネルギーをですね、まあ、次の世代に残せれたら、はい、まだ知識からこの知恵までは消化されていないかもしれないですけど、ちょっとでも残していくっていうのがね、やっぱりね、同じ道を歩いた人がいるっていうことだけでもね、すごい励ましになるじゃないですか。そうですね、今もうちょっとコメントいただいてるんですけど、はい、サナさん、ありがとうございます。おはようございます。はい、あと、そうね、クエコルさんですね。エコルさんも、自分も、肩麻痺です。肩麻痺っていうんですかね。右半分、これは何て読んだらいいのかな。右半分が麻痺してるんでしょうかね。うん、そして、ゴーヤの目さん、主人が前頭葉脳挫傷っていうのかな、偏頭痛が辛く、脳痛外科でも、薬指差し、これ、薬指差し、かな、なんて読む、薬指、これなんて、ごめんなさい、字が読めなくて。ちょっとね、これを、掲示板ではなくてね、これはね、YouTube、チャンネル2の方で。チャンネル2の方ですか。はい。見れますか。チャンネル2で見なきゃいけないですね。まぁ、ちょっとこう、メッセンジャーに今のあれを送りましょうね。あ、はい。はい、すみません、お願いします。はい、今メッセンジャーの方にね送らせてもらったんですけど、はいはい、よいしょ、メッセンジャー、はい、ごめんなさい、そのとね、私ね、字がよくわからなくて、記憶にも影響しつつあり、本人もかなり痛みに、デリケートになっています。前頭葉の働き方を理解したリハビリがいいのかもしれませんね、っていうことで。そうですね。エコルさんは自分の場合、これは B って読むんですかね。エンドルフィンを研究していますということで、独自でされてるんですね。はい、エコルさんも自分も死ぬしかないと冷静に思ったなっておっしゃってますね。体がこうなる前も死にたいと思っていたけどね。しかし、うつ病ではない。ね、ああそうなんですね。皆さんやっぱりこういろんなね、痛みも持ちながらこうされてるんでしょうかね。で、まあこれスピリチュアル TV っていうのはネットでね、いろいろ配信してますからね、割とこうそういうご病気がある方にも、はい、なんかこうね、見ていただきやすいですね。はいはい、そうですね。皆さん、非常にこの、まあ、例えば、そうですね、脳挫傷で、偏頭痛がすごく激しくなるっていうのがありますね。で、前頭葉も、そうですね、記憶や、にも影響が、出始めたりするんですね。で、やっぱり、
前頭葉とかその働きはどうなのかっていうことも、もちろんあの知ることも有効なんですけども、そのいかに、その脳が治癒するかっていうことを知っていくっていうのが大事になってきますんで、うん、僕が読んだ本ですごいなと思ったのは、その全部の症例をカバーできるかどうかわからないですけども、あれは何ていう本だったかな、脳はいかに治癒をもたらすかっていう、こうかな、脳はいかに治癒をもたらすか、まあ、あんこさんの方のメッセンジャーに送ったんですけど、はい、こんなタイトルだったと思いますね。そういうタイトルの本があるんですか？はい。じゃあ、脳の働きで痛みを治すことができるっていうような感じですかね。そうですね。なぜ痛みが起こるのかとか、やっぱりね、こう一つの部分だけじゃなくて、脳全体がどういうふうに動いているのかとか、で、脳って実は全然まだ未知の領域なんですね。アメリカが進んでる、で、ヨーロッパが進んでる。で、日本は技術だけはあるんだけど、いまいち理解してないっていうところがありまして、で、結局は薬の投与が必要になって、もちろん薬の投与も有効な場合があるんですね。あるんですけども、根本の解決になるには、その薬が効いているのを利用して何かアプローチをする。体に刺激を与えていく。ということで、脳が新しく回路、神経回路を、構築し始める。で、それだけ実はフレキシブルにできているので、生まれたまんまじゃないんですね。なんか、まあ、エコルさんはこれ痺れ、らしいですね。だから左半身というかね、右半身とか、まあ、そうですね。で、あと、まあ、脳卒中をされたらしくてね。あ、はいはいはい。で、この病気、意味わからないと、わからないなって、この病気の意味がわからないなと思ってられるそうなんですけれども。そうですよね。まあ、右半分がこう、痺れてしまって、まあ、例えば、森さんが今、左の手が、まあ、あの痺れ方と、その、全然動かない痺れ方と、まあ、右半分が、やっぱり動かないんでしょうかね。エコルさんもね。まあ、そういうことと、まあ、多少あれかなと思うんですけど、まあ、それぞれのね、あれがあると思うんですけどね。ね、多分ね、ほぼ、同じような感じで、その痺れっていうのは、その大小さまざまにあると思うんですけど、焼けつくような痛みとか、あとサンドペーパーでこすられてるような痛み、であるとか、中でうねうね動いてるような痛みとか、冷たくなるとか、で、僕も今首の手術してから左足が半分麻痺してるんですね。で、これ実はその最初歩けなかったんです。3ヶ月ぐらいですかね、手術の後は歩けたんですよ。はい。でもね、神経っていうのがちょっと回復しますよね。で、完全焼いたところは麻痺したんですけども、回復度によってそのこうだんだんこう回復した焼いた後の神経固まってくるじゃないですか。はい。それが逆にブロックし始めて、うまいことやらないと、どういうんですかね、そのブロックになっちゃって余計出ちゃうんですね。で、足がちょっと麻痺するっていうのは非常に覚悟をしたところなんですけども、やっぱり
ってまして、だんだん歩けなくなってきて、うん、足つくと針刺されてるみたいに痛い。で、右手は右手で使えたはずなのに冷蔵庫の蓋に触れない、こうなるんですよ。で、手足に突っ込んでましたね、氷のバケツの中に、なんですけども、いや待てよと、これは何かの刺激を与えるとこうやってしばらくまた使えるようになるっていうことは何か意味があるんだと、その医学的なその信号っていうことのフィールドの意味なんですけども、初めはその膝が動かない、半分麻痺してる、でどこを踏んでるかわからないので、よくこけた。まあ、エコルさんもなんか正座してしびれたような感じらしいですね。わかります、わかります。ものすごいわかります。それですね。脳卒中は治っているらしくて、今あるのは、まあ、後遺症ですかねって書いてあるんですけど。ああ、そうなんです。エコルさんですか？エコルさんね。動きますか？左の手足はしっかり動きますかね。もうしびれっていうのは本当にそういうことで、法事に行った時に正座して、しびれてきたになってそれを我慢しますね。その後にもう触らんといていくぐらいになりますね。あんな感じです、しびれ。また私がちょっと超脳生態のね、上村先生っていう方がこの前私お目にかかったんですけど、あの方はもう結構ね、その、超脳ですからね、腸と脳とのあれでしはるんですけど、この胸から下がしびれて車椅子の方いらっしゃったんですよ。で、初めこう触っても全然感じない人が、上村先生がこうどっかをこうちょっとこうなんかしはって、どこかをつなげましたとかって言って、ちょっと触ってみてくださいって言ったら、その人今まで感じなかったところを感じるようになった、もう本当になんか喜んではりましたけどね。そうですね、あり得ることでしょうね。ブロックが取れるので、それをどういうふうに取るかって、その先生はすごく、それも、ね、その人のやっぱりお役目があるから、本人がね、治りたいっていう気持ちがなかったら治せないって言ったら。ですし、そのね、多分僕なんかはまだしばらく治ったらあかん人だし。なんとなく分かるけど、私もね、足今、そんな状態じゃないですか。あまりね、良くない状態。っていうのは、これね、簡単に私の足直したらね、私この、気持ちをね、忘れちゃうから。しばらく、やっぱりこの足を大切やっていうことをね、本当に肝に銘じるっていう意味もあってね、今回こんなに、もう治りませんよって言われちゃったのかなと思うんですけど。そうですね、やっぱり自分が元気だと、周りも元気だと思い込んで、そう、自分と同じ勢いで回そうとしだすんですね。そうですよね。それはすごいバランスが取れてなくて、なんていうか、団体でいろいろ学んでいっている状態、みんなでたくさんの人間で学んでいる状態の中で、そういう人がリーダーになると、どんどん倒れていく人が増えていくんで、それはちょっとまずい。で、プラスやっぱりその自分の体っていう、体も心も、両方があっての一つであることなので、僕の場合だと、これ痛み取れて治った瞬間暴れ出しますよね。ですよね。すごい暴れて、もうちょっとね、お付き合いされてっていうところですかね、苦しみをね、ゴーヤの名さんはね、教えていただいた本を取り寄せ、読んでみたいと思います。こういったことは医師から教えてくれることではないので、参考になります。ありがとうございますって言っていただきましたね。一つ付け加えたいのは、やはりね、日本の医療、これ皆さんがそうではないんですね。はい。ですけども、やっぱりね、トップで大学病院とか
特に脳神経外科とか麻酔科のトップの人たちっていうのは今ちょうどね、50代60代ぐらいの人ですかね。あのね、時代がそうだったのかよくわからないですけど、あのそれこそ財前教授みたいな人が多いんですよ。ああ、なるほど。すごいゾロゾロっとたくさん、はい、この人に喋ってもなんか壁と話してるんだよ。あ、で、あの素人はすっこんどれっていう風な態度で上からものを言わはるんで、あの対話はできない人多いです。逆に治験とかって言って、あの僕治験 何件か協力させてもらったんですけども、データを取るやつ、はい、そういう人たちっていうのは一日でも早くっていう風な気持ちで研究されてるんで、あのそういう口の利き方はされないんですよ。だから結局ね、患者が、当の患者が蚊帳の外っていうのが非常におかしな状態なんですよ、日本の医学の中で。ですね。ね、あのエコルさん、はい、入院当時はしびれも感じなかったですねって、最近ね、しびれがひどいかなっておっしゃるんですよ、はいはい、これしびれがひどいということはなんか回復してきはったん違うんですかね。ですね、入院した手の頃っていうのはおそらく完全麻痺をされてると思うんですね。あのそのパートがですね、パーツが完全麻痺をされてて、それが大体ですね、回復されて、大体3ヶ月とか半年ぐらいとかってなったらだんだんとしびれがひどくなってきて、で、最近特にひどくないですかね、あのおそらくね、最近しびれがひどいなって書いてありますね、最近ひどいと思うんですよっていうのは、おそらくその脳圧っていうのが、僕と同じように、天気、いわゆる気象病とか天気痛っていうんですけど、気圧に対して脳っていうのはすごく敏感にバランスを取るところがだんだんと取れなくなっていってしまうんですね、その一度あの 脳が損傷すると、で僕はもう素晴らしく天気を当てる人になってるしまってるんですけど、今年は特にひどいです、この10年で僕はもうだいぶ記録取りましたけど、去年、今年がもう素晴らしくひどくて、で、一回僕全、左以外の手足ね、リハビリで痛み取ったんですよ、で、半年ぐらいで取れたんですけども、梅雨になってですね、今年の、もう本当にうんともすんとも動けなくなって、せっかくこう やってた、動かないなりに足動かしているうちにだんだんと それで覚えて歩けるようになったんですね。左足なんですけども、麻痺してどこを踏んでいるのかわからないんだけど、それを刺激しているうちにだんだんとそのままで脳が覚えてくれて歩き方を調節してくれたんですよ。で、かつ痛みを取ってくれたんですね、そのリハビリで。だけどもやっぱりそれだけひどく気圧差があり、あまりにも差異がひどすぎるんでね、24時間以内に20ヘクトパスカルとかっていうのはありえないんです、本当は。それが24時間以内に起きるっていうことは、つまりあったかい空気と冷たい空気が非常に差が激しくて、そのぶつかり合いが毎日起こるわけです。そうなると、その神経が過敏になり始めたり、普段その動かそうとして指令を送っている信号が届きにくくなってしまうので、どうしてもこの動きが鈍くなってくるので、届きにくくなるっていうことはまたこのやり直してこいがまた始まるんですよ。行ってこい、行ってきましたけど、できませんでした、いや、やり直してこいっていうのがあって、そういうのもしびれの一つなんですね。ですから物理的に何かが触っている部分もありますし、本当にもうナノレベルの
世界で、あの損傷があったりして、ね、放射能っていうのは目に見えなくて、非常に有害ってされてますけども、あれってめちゃめちゃ小さい刃物みたいなもんで、ザザザザッとこう神経を切るもんですから、体中がやられるわけなんですよね。まあ、ね、あの、うん、エコルさんは、まあ、あの、まあ、脳卒中っていうのが、まあ、エコルさん病気みたいですけど、だいたい3ヶ月ぐらいが勝負らしくて、あとはお医者様に見放されるんですねっておっしゃってますね。今もまあだいたい良くなっているか悪くなっているかわからない状態ですねっていうことで、まあだからもう自分自身でも、まあ、お医者様がもうなんていうのかな、もうこんなもんですよっていう感じでしょうかね。だから自分自身でも、まあ、あの、良くなってるのか悪くなってるのかすらも、あの、わからないっていうような感じで、これ3ヶ月以上っていうのはリハビリとかそんなもないんでしょうかね、脳卒中ってね。ですね、うん、もう最近ね、あの、例えば、大体その、かかられた先生が、お役目はここまでですよ、はい、退院してください、はい、動いてください、はい、歩いてくださいっていうのがだんだんそういう風潮になってまして、でそのリハビリとかっていうのが昔はあったはずなんですけど、なんでか知らないけど最近無視されてますよね。ないですね。僕一言も何にもなかったですよ、リハビリが。はい、あ、そうですね。私もね、足、まあ、人体とか、うんぬんとかね、もうサポーターつけて、勝手に普通に動いてくださいって言われるだけで、うん、サポーターってね、結構ね、もうギュッて締め付けてしまうもんやから、動けないじゃないですか。なんかね、リハビリそこも、あるんですけど、施設的にはね、あるんだけど、はい、それはさせてもらえないみたいで、だからもう自分でなんか直すしかないっていう感じですよね、これ。うん、そうなんですね。で、その結局はそのリハビリっていうのも続かない人も多いし、リハビリっていう施設っていうのが病院に昔はあったはずなんですけど、それを運営すること自体がもうだんだんとなくなってきているって、それが、独立して、し始めてるんですよね。ああ、なるほど。整骨院とかそんな感じでね。そうですね。あとリハビリというその方面で施設が、独立し始めてて、でもう病院が運営しているとこもあれば、もうその元お医者さんで個人でやっておられる方もちらほら出てきてて、僕が論文とか情報交換とかさせてもらってるドイツの脳神経、学者さんですね、お医者様だったはずなんですけど、やっぱりお子さんのね、自閉症のお子さんとか、はい、学習障害があるとか、いろいろその脳に関する障害があるお子さんのために施設作られてるんですよ。やっぱりそのコミュニケーションを取ることで脳をもう一回そのつなげ直す。で、僕にくださったやつっていうのは、多分その左手の動画を見るのはすごいいいことだけども、実際にもし手があるならば、両手を使ってやりなさいと。でそれはもう今イギリスのマンチェスター大学から始まった研究で、ボーバスっていう、研究があるんですけども、結局ね、僕の左手って何も感じないので、左手があるっていうことは単体では認識できないんですけど、この右の指をこうやって合わせることによって、左手を脳が認識するんです。ああ、なるほど。ね、こいつが別に認識する必要はないんですわ。で、こういうふうにすることによって、見ているものも両手を見ていますし、動かしているのも両手が動いている。で、
何が両手を認識してるかって言ったら右手が全部やってくれてる、うんうん、でも両方の脳がちゃんと動いてくれてるので、うん、これをやるだけでも今こうやって僕時でこうやって左が来たらこうやってやるんですね、うんはい、これだけで全然変わるんですよ。なんかあのエコルさんは、はい、ま、今リハビリは行かれてるんですかね、なんかね、でもそのリハビリが怪しいなと思ってますということで。あのそうですね、ね、やっぱりね、本当にね、玉石混合という、こう疑いとかね、あのはありますね。確かにあるんですよ。で、やっぱりそのご自分の、あ、こ行ってみて、ここはあの何か答えがあるかもしれないとかね。ちょっといいですか、すみません。これあのなんか聞こえてます？あのまたお掃除ロボットがね。あ、そうですか。すみません、ちょっといいですか。はい、よいしょ。すみません。はい。よいしょ。愛の手を入れてくるんだよね。そうなんですね。結局は、その僕もそうなんですけど、僕は脳という名前がついたらどこにでも行くところなんですけども、そうですね、やはりその患者さんのためにその研究をしてやっておられるのかどうかっていう見極めとか見分け方とかっていうのがね、非常に大事で、プラスそのやっておられるうちにそのリハビリをされている方たちがやっておられるうちにこう途中で焦って大きくしたりとか、で宣伝に走ってすごく、どこどこの認可とかっていう風なこうね、人から怪しまれたくないからみたいなっていう焦りのあるとこは絶対行かないでください。もう絶対そこアウトです。なんか6ヶ月間リハビリ病院にいらっしゃったみたいで、あ、そうですか、はい、でも誰も良くなるってことは言わなかったそうで、うん、でやっぱ言ってほしいですよね、大丈夫ですよってね、良くなりますよってね、まあ時間がかかってもね、ね、前向きにやりましょうねって言ってもらえたらね、なんかやっぱりその気力って大切ですよね。でね、プラスそのやっぱり医学医療っていうのは法律がありまして、あ、言えないんですか。言えない、あ、なるほど、効能とか言っちゃダメなんですよ、ね、あ、なるほどね、うん、でそれはその医学外の人たちも言ってはいたんですし、その責任がかかってくるって、ただその責任がどこにかかるかっていう恐れるポイントが自分たちを守るためなんですよ。あ、それが今の医療の、ね、ちょっと残念な部分でもあるんで、それらの方たちがお役目をされているんですけども、実はその方たちは健康な方たちなんですね。で、それはもうありとあらゆる文献なりその研究から導き出した機関をこうでありますよと一斉で決めてるわけであって、個人個人のためにあるわけじゃないんです。それこそカルテをもう手にして、これはただのデータですっていうお医者さんと、これはカルテとかただの紙じゃなくて人なんだっていうお医者さんって2種類あると思うんですね。で、それってやっぱりね、もう生きてるだけでいいねんと、生きてるだけで素晴らしいの、君はものすごい頑張ってるんやから無理せん程度にやっていこう、気長にねっていうような人っていうのはやっぱりこう、言うたら助けていただけるお医者さんですし、助けてくださる機関ですし、またそれに応えいく自分の気持ちを作っていかないとダメですよね、多分ね。まあね、本当に、まあもちろんエコルさんもね、頑張ろうっていうかね、まあ少しでも良くなろうっていうふうに思われてるっていうのは伝わってくるんですけれども、ね、
でも本当ね、よくなってもよくならなくても退院させられるんですなんね。か、まあそうね、であすとはか。もう自力でやってくださいっていうとこですかね。まあちょっねとね、ある意味理にかなってはいるんですね。え。ああね、6病ヶ院に。月経ったらもう出てってねって感じなんですかね。いねく病院でえ、いや、も、もやっぱり刺激が病院内だけっう。ていうのはまた、これはまた違う話なんでね。だからやっぱり、もっともっと楽しいことをできるように、こう、時間の配分とか、その調子のいい時悪い時っていうのを、やっぱりいろいろ見極めて、やっていくっていう、なんていうんですかね、その、あんまり肩に力入れずに、こう必死になるお気持ちもわかりますし、よくしたいっていうお気持ちもわかりますし、でもね、なんていうか、本当に気長にやっていく。僕はこれも本当に数年スパンだと思って、こうやってずっとやってるんですよ。ね、まあ、エコルさんも、まあ、法律でね、まあ、決まってるから6ヶ月で退院させられるっていうことなんですけれども、ね、やっぱりこうなんかこうご自身でそのリハビリ的なことをなんかこう続けてやっていけるといいですよね。そうですね。ね。まずはその、楽しくないやつは続かないああ。ので、そうだ、何がこうね、自分にとってリハビリになるのかに、プラス、続けれるほどそれが面白いだろうか。っていうのもね、一つ、考えるというか、こう、配慮の中に入れていただけると、よりね、効果が上がりますね。いいんですね。ね、あ、本当に、まあ、今日はね、痛みっていうことに対して、まあ、いろんな、こう、ちょっとお話もお伺いしたんですけれども、ね、まあ、今日このエコルさんとかね、そう、ゴーヤの芽さんね、あとサナさんとかね、本当に、クガンさんも、書き込みありがとうございました。ね、本当に、まあ、ゴーヤの芽さんとか、エコルさんは、まあ、同じように、こう、痛みを抱えてね、いらっしゃるご主人であったり、ご本人様であったり、なんですけれども、まあ、こうしてね、森さんも、まあ、痛みを、感じながらね。でも、やっぱり、少しでも、こう、それを、こう、ね、手のリハビリであったりとか、こう、まあ、そういうことしながらね、こう、前向きに、ね、より、こう、そして人に接することができるように、ということでね、していただいてまして、本当ね、まあ、この私のパソコンのこの配信もね、するために、何日もかかりましたね、なんかね。結構ね、いや、ちょっとすごくややこしかったんで、私ややこしくしてしまってたんでね。それをね、本当に根気よくね、夜中のね、ひどい時、2時3時頃までね、お付き合いいただいたかなと思うんですけれども、ね、その時も痛みを抱えながらでしたね。そうですね。基本みたいんで。ね、本当ね、すいません。でもね、もう、気持ちよくね、どうぞっておっしゃっていただけたのでね、私の方も、なかなか私はね、いや、もう申し訳ないからいいですよとは言えなくて、全然全然やるからありません。じゃあもうぜひお願いしますって感じでお願いしてたんですけれども、ね、あ、ね、まあ、ゴーヤの芽さん、主人は後遺症で、麹の機能障害があり、ありますということで、記憶や知的な部分に不便があり、小学生、低学年のような部分が多いです。社会でのコミュニケーションも難しいので、本当は外の人、医療の、理解が欲しいと思うことがありますが、今本当はにそうです。私がそれを、つなげる役割ですね、っていうことで。まあ、ゴーヤの芽さんね、本当にそうなんです本当にそうです。ね。大その通り変です。なね、お役目をされてるかなと思うんですけれども、まあでも、まあ、これも何か意味があるんでしょうね。ね、まあ、
こういうね、介護であったりとかね、私も母が認知症になって、でその介護をさせてもらったおかげでね、まあこういう、スピリチュアルなことっていうかにも、まあ自分がね、皆さんの前で、まあちょっとこうセッションさせてもらったりとかっていうことにもつながってきたと思うんですよ。やっぱこう辛いな、しんどいなっていうのは、やはりそれは、日々、自信に変わってきますからね。そうですね。ね、まあ、結局そういうね、あの、辛さ、その不便さ、不自由さっていうのは、あの実は ね、あのご本人もそうなんですけども、あの周りで座る方にとっても、灯明を照らすっていうことはどういうことなのか、灯明を灯す、ね、自分の足元を明るくする。そして前に進んでいくっていうのはどういうことなのかっていうことをもう一度教えてもらえるこう機会だとは思うんですね。なるほどね。あのエコルさんはヘミシングを聞いていますよって、入院中も聞いていたかなって。ヘミシングというのは宇宙とつながるものでしたかね。そうなんだ。まあね、私もちょっと聞いたことあるんですけど、まあほとんど寝てましたから、私は。あれ、よう寝ますね。そうですね。あ、そうです。まあでもね、やっぱりそうしていろいろこう工夫しながらね、やっぱりこの、状態をどう乗り越えていこうかなっていうことで、なんかこう、まあ、一生懸命、されてる方っていうのは、もうすべてが本当に素晴らしいですね。で、きっと、一生懸命何かを取り組んでやってるっていうことで、気持ちの持ち方でどんどんいいものをこう巻き込むことができるかなと思う。そうですね。いい循環は必ず生まれるんで。ですね。まあ、私もこの、スピリチュアル TV のこの配信っていうのがね、途中で諦めることもできたんですけれどもね、でもやっぱり私はその自分が納得いくようにしたいなっていうのもあって、で、なんかもうやみくもはちょっと良くないかもしれない。やみくもにしてたら、まあ、本当に森さんの目にね、止まることができて、まあ今こうしてね、おかげさまで配信させていただけるようになって、あ、なるほどなって、諦めたらあかんねんなと思いましたね。で、まあ苦しいことも本当に、本当それぞれ、様々な苦しみいっぱいあるんですけれども、本当、まあ、それを、こう、苦しみだけじゃなくって、より、なんていうのかな、ポジティブにっていうかね、受け取っていけたらいいなと思うんです。うん、そうですね。それがね、こう、なんか、日々の、こう、スピリチュアルであって、ワークショップであって、こう、自分たちの成長のためっていう、ことにつながってるのかなって思ってるんですけれども、な、まあできれば痛みや苦しみなんかいいんですけど、でももう あるものはもうね、仕方ないっていうかね、もうこれはもう本当ね、うん、よしってね、この、しっかりね、この思い感情ですよね、この感情をね、味わいたかったんですよね、この感情。いや、まあね、どこまでが味わうべきなのかどうかわかんないですけど、まあね、って私もね、なんでって思うこといっぱい、この人生ありましたけどね、でもやはりね、それこそ本当にご主人 の橋渡し、ね、と医療との橋渡しっておっしゃってましたけども、本当にその通りでね、いろいろな立場でご本人であったりご家族であったりっていうのがありますんで、でもそれっていうのはね、チームなんですよね。なるほどね。チームでやっていかなければいけなくて、それをちゃんとお医者さんがね、もう紀元前の時代にも言ってるんですよ。ヒポクラテスかな、医学の父なんですけど、もうキリストが生まれる何百年も前にそれを言ってるんですよ。チームであって、患者とかその介護をする人たちにどういうふうな環境を与えてあげれるのが医者なんだろうって考えるべきだと。日々の雑事に追われているだけでお医者は務まっていると思うなよ、というようなことをやっぱりね、ヒポクラテスが言ってるんですよね。すごいですね。だからそれはやっぱりその全員がチームなんで、今行ってる一番だと思われている病院とかお医者さんが一番やとは信じないでください。なるほど。
ほどね。ご縁っていうのがちゃんとありますから、はい、ね、街中にも名医は必ずいますよ。ね、はい、エコルさん、チャクラジャーニーはいいですねっておっしゃってるんですけど、チャクラジャーニーっていうのがあるんですね、またね、どんなんかね、教えてほしいなと思いますけど、いろいろ、まあ、本当にそれぞれ、こう自分のこう人生をちゃんとこう味わってっていうかね、はい、まあ、またこれからもね、いろいろこう痛みをこう克服していくっていうかね、そういう、ことを感じながらも、またこう本当に、そう、森さんにもぜひ世の中にね、どんどん出ていっていただいてね、いろんな方とこうコミュニケーションとって、またいろんな方を支えていくっていうかね、そういったこともしていただきたいなと思います。はい、皆さん元気をいただきに行きますんで、その時はよろしくお願いします。ね、はい、本当に今朝もありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆様本当に今日はありがとうございました。ね、皆様どうぞお気をつけて、はい、そうですね。そうですね。本当に、はい、まあ健康っていうのはありがたいですねって、エコルさん、全く医者は信じていないって笑ってありますけど、そうですね。まあまあまあ ね、必ずまた信じられるお医者さんも、そうですね。そうですね。はい、まあ今のこう本当に、個性がそれぞれなんかはっきりしてきてますから。ね、自分に合う病状の改善の仕方であったりとか、それも本当に選び放題かなって思いますね。そうですね、本当に合わないと思ったら合わないでいいです。この人ちょっと喋れないなと思ったらね、もうその判断正しいと思います。で、自分を信じていろんな扉叩いてみてください。ね、まあ、本当に私も含めてね、なんかこういろいろこうそうですね、これ、まあ、私もね、まあ、今さっきも言いましたけど61だけどね、まだまだこれからね、やっぱりやりたいことってあるじゃないですかね。もう明日死ぬよっていうのもそれはもうしゃあないかなと思うけれども、まあ、いつね、そういうふうになるかっていうまではね、やはり、よりね、まあ、この、魂を使い切りたいなというかね、この命を使い切りたいなと思いますから、これからも皆様ね、本当に健康に気をつけて、心の健康、体の健康ね、どんどんね、健康になっていきたいなと思います。森さん、本当ありがとうございました。皆様ありがとうございました。森さんね、Facebook で、森和也さんというお名前で、いらっしゃいますので、もしね、ご興味があれば、ぜひね、Facebook の、そうですね、ね、名前だけでいけるのかな。そうですね、いけるかなと思いますね。あ、そうか、後で URL。そうですね、森さん、あ、そう、この、アルファベットの、はい、でしたね。で、ちょっとね、今これ、書き込みしておきますので、あ、お願いします。まあ、皆さん、また、もしよろしければ、ぜひね、ちょっとアクセスしてみてくださいね。はい、一応脳に関することとかは、全部、オープンにしてますんで。はい。はい、ゴーヤの目さんね、森さん、あんこさん、気持ちの良い朝です。ありがとうございましたということでね。もう本当に。ゴーヤの目さん、本当にね、ありがとう。ご無理をなさらず。そうですね。まあね、はい、ご主人のね、やはりそういう、状態を奥様が支えているっていうのは、ね、苦しいこともいっぱいあると思うんですけれども、さっき森さんもおっしゃってたように、笑いっていうのがね、いろんな疲れも苦しみも取っ払ってしまうよっていうところがあるので、ね、もう、これはもう、極力なんか楽しいことでつなげていきましょうかねって感じね。ね、ね、まあね、小学生の低学年のような部分が多いですってね、まあ
ね、それもね、もう、考え方によったらね、愛おしくなってくるかなとも思って、そうですね、そうされてるんでしょうね、と思いますね。旦那さんでもあり、ね、そう息です子さんにね。もなってくれたのかもしれない。そうですね。ね、まあ、本当に、いろいろ私たちは、感じ取りながらね、してるのかなと思います。ね、今日のゲストのね、森和也さん。和也さんは一になりって和也さんですね。はい。じゃまたね、こちらに書き込みしてますので、あ、名前の記入、私書いちゃった。はい、またぜひ、覗いてみてください。よかったら、はい。まだこれからもいろいろね、痛みとか、そういったことに関して、ね、研究もされてますし、またぜひね、お笑いの方も研究していただいて、お笑いもちょっと広めてもらいたいし、ね、ぜひ、これからもどうぞよろしくお願いします。ろしくお願いします。皆はい。様、どうぞ、ご無理なさらずに。はい。皆さんどうもありがとうございましありがとた。うはございました。い。では、ください。ありがとうございました。今日もね、気持ちよく素敵な一日が送れますように、ぜひよろしくお願いします。はい、ちょっと待ちください。では、録画の方、